株式会社打光世紀は岐阜県高山市に本社を置く油圧機器を製造する企業。1951年に創業、1960年に有限会社となった。当初は各種機械の製造を行っていたが昭和40年代から始めた油圧機器の製造にバブル崩壊以降専門家を進めている。高精度の油圧機器を幅広く製造し、 国内外の油圧機器、建設機械、総合機械メーカーに納入している。環境に対する配慮と障害者雇用も積極的に行っている。2001年11月には、同社代表取締役社長の田光哲夫が QC サークル経営者賞を受賞した。2006年、商工中金16銀行、高山信用金庫により、新工場建設のための10億円の 新時系トローンが蘇生された。2008年3月3日、創業者の蛇行鉄夫が亡くなった。高品質な産業用油圧機器を製造していることから2008年、中小企業庁により、明日の日本を支える元気なものづくり中小企業300社に選出された。障害者雇用に積極的であり、昭和45年より知的障害者の受け入れを始めている。 障害者の大半は、寮生活をしており、就業時以外のサポートも行っている。これを可能としているのは、知的障害者施設、山百合学園の協力によるところが大きい。全従業員に対して7.6%が障害者となっている。ありがとうございます。